よしよし、負けるぞ。あの、まあ、おお、なんでこの髪の毛ピンクや、あいつ。小魚さん何やってんだよ。いや、髪の毛染めることにハマっちゃって。ハマったの？リアルは知らないけど。何使おうかな。お、レジェンドチームにカーソルが置いて、うん、何使おうかな。あったおっとあ、でもこっちでもいいな。あどうしようかな、何使おうかな。あれ、え、いや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 、指導。いや、それおかしいだろ。うわ、ガタ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 。えーってなるよなこれ。さあ、命の知識を試します。僕は、いや、知識もないんだけど私。さあ、指導の対策方法を知っているかな。知りませんね。はい、うぇー、うわー、なんなら指導と相性最悪な編成持ってきてるんだけど。じゃあ後ででいっか。考えることを放棄してんだよな、どう見ても自分。うん、うん、おおお、何レジェンド？おや？え？ダークギガレア使ってあげるか。無理無理、やめとけって。無理だって、無理だって。無理だって。差が力の差は歴然としてるぞ。おやめろ、ダークギガレアバカにすんな。必殺ダメージ1とか関係ねえし。なんだお前、弱そうなデブやな。なんだこいつは、誰や。俺はシドの方が強いと思ってんだけど、なんだおめえ。いや、俺もシドの方が正直強いと思ってるけど。弱そうな手風が来たな。ん、なんだなんだ、うん、なんだこいつ弱そう弱そう。あ、弱そうな。おやめろ、黒ブレでなんかあの過大評価された結果、なんかもうあれだ、こいつ評価天地地まで下がったからな、天から地まで。なんやこいつ弱そうや。黒ブレにも弱そうやな。いや、シドウさんいねえじゃん、まず黒ブレに。お前、出れてない時点で敗北者なんだよ。黒ブレのねえ、あの、出たらどっちが強いか見せてやろう。7900だぞ、こっちの HP が、そもそも。なんでこいつ6600じゃねえんだ。少ない。少ないなぁ。おい、なんだお前、魔界の王名乗っときながら損壊かよ。でも先制攻撃した。デステールで止めるくらい？洗礼は普通の物理攻撃だね。ですよね。来い！ん？なるほど。まあ、指導さんよりかは弱いな。いけ、こっちも殴るぜ。力比べ、力比べ。うい、上行くぜ。歴然。歴然。さらに、追加攻撃、破壊の宴が始まる。あかんかんかん、それはない、それはない、それ。ああ、それはない。うわ、吹き飛べや。上行くぜ。無理でしょ、これ。魔風だ。なるほどね。どうだ。あ、いや、悪くはねえんだけど、指導が強すぎるんだよな。やばいな、これ1ピロリででも勝負変わるよ、この戦いは。だから避けられない、呪文で攻撃しよう。地獄スパークを唱えた。うわすごい。さらに、これ、雑誌に向けてフレンド冒険いくぜ。おい、やめろ、いくぞ。上から1200やめろ。やばい、ミルドナース劣勢や。あ、やばい。いや、これで止めてワンチャンス。まさか、まさかそんな指導が想像止まってたまるもんですか。破壊神。あ、ですよね。よし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 。うん、無理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 、やめとけ。お前のドルモアなんてたかが知れてんだよ。あ、700くらいだろ、どうせ。たかが知れてるぞ、お前のドルモアなんて。もっと低かったわ。ちょっと差がついたな。かなり差がつきましたけど。でも指導、ここのターンね、凍てつく波動すんだよな。ここは挟むんだよ。そう、絶対挟む。まあ、こっちも絶対あるだろうな。俺、さすがにまだ覚えられてないからな、3ターン目何やるかは。そう、そして、ジュースパーク。いきます。マジかよ。避けられません、これは。いけ！おお、これが呪文よ。お、これが呪文のやり方。マフーダーか。900。何や、この戦い、ちょっと。これはひどいぞ。やるな。だが、まだだ。まだだ。
イテッサガードあかんあかんしかもちょっとミスったし次のターンで終わりだな、ミルドラスよ。ダークギガリだよ。次でさよならだ。くそ、穴がいんかった。つばぜり合いを使いません。つばぜり合い使わせろよ。お、終わりだ。 おっと、自己スパーク宴が始まったうわぁ死ねえ、ダークギガリア地獄で待ってるぞ弱っ弱すぎ弱っミルトラス弱っだから評価が地に下がったんや弱いなぁ想像以上に弱くてびっくり弱いよ負けはすると思ったけど想像以上にひどかった弱いよこの自慢のチーム。おお。ヤーサンマペッツ。見たことありますよね。アンダー20。なんかあるな。てか悪魔系連れてこれんじゃん。まあ実質縛ってるね悪魔系は。サリドって悪ねのあの悪魔系外したら呪いに引っかかりやすいから、うん、さあどうチーム組んでくれるかなっていうやつやな。えこれすでに使ったやつオッケー。オッケーオッケー全然使っていいよ。じゃあもうあれ炎の戦士バード使ってもう一体あれでこう。なるほどね。で自分はもう一体何しようかなって思っとんのよ。確かに。んおおおおおおいやでもさ大人げないじゃん。はいはいはい。大人げないよね正直。はあはあはあ。これでやってもまあ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 。おおあ滑った。行くぜー行くぜーあ、滑った。マジで滑った。お前ライアン使う気だっただろ、さては。マジで滑った。ごめん。ああ、もうこんなんガンはライアン以下や。ライアン以下出てきた。あ、弱い、こいつは。弱いんだ。いや、強いよ。俺が使うと弱いんだよ、こいつは。そういうことか。おい、ライアン使う気だったのに、つるって言った。もう大惨事や。大子さんすぎるだろ。弱そうや、もう。さっき使ったあれでいくとしてもう一体誰でいこうかな。まあ相変わらず龍神王が刺さってないな。まあドラゴンの息に刺さったぐらいだね。ああそれくらいか。ほんまにそれくらいやな。おおやモンスターマスター。おう使ってみたい DLC 探してみようかな。おい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 、いいのかそんなん使って。おいいのかいそんなん使っちゃって。あ、もう853なんだ。へぇ。おっ、こいつにしよう。うんうん。フィーリングで選んでいくね。タワーメタルブラザーズおらんのよ、このゲーム。うわ、いないかいいんですよ、このゲーム、メタルブラザーズは。そう。まあ、似たようなもんでいいでしょ。おぉなるほどね。どうなんだろう。でも称号でも十分強いやつらが集まったな。うん、スライム使いが強いからね素直に。さあどうだろう命の仲間モンスターたちは。いやー合計スライム7体でございます。読めないなー。めっちゃ伸びるやん。そうだよ。だから強いよ称号だけでも、だからワンチャンある。素直にワンチャンあるぞ。さあ大乱闘だ。ライアンの代わりに出てきてしまったかわいそうな男よ。まあどうしようかな。ライアンもおらんし。え、そ、なんとかそこ。うん、ライアンおらんのがちょっとこのチーム弱いとこやな。ライアンがおれば。ライアンへの評価が高すぎる問題なのか。このチャンネルはライアンの評価が高いから。こんな最高。まあまだ単体でいきましょうと。そうだね。いやゴールデンストライクどうなんだろうな。早い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 、さすがに早いわ。さあまずスライム7体。じゃあ6、3体か。ロケットストライクせーの、ワン、ツー、スイッチ。喜んでどうする俺まで。おああ、いや、やり返せ、やり返される。行くぞメツモさん。よいしょ、いいね。わ、ほぼほぼ一緒か、これで。さあ、行ってこい。ライアンより弱そうなやつだ。おい、やめろ、ギガルや。やめろ、ギガルや。ギリギリ。リボンはついていない、ただ。このギリギリリボンはついていねえ。トモグイか。トモグイ言うな。トモグイ言うな。スライム同士のトモグイか。物質系はいないね、確かに。いないはず。いない。まあ、結構まあまあまあ、でもレッツマザーの方が高いか。さあ、頑張ってくれ。
うわ、すジャンプ切り、よし、わ、痛い。まあまあまあ、さあ一番怖いのはこれでしょう。状態であったような呪いか。そう、このクロスサイズがね、もうどう見てもただのアグレッシブアバンストラッシュ。いや、アバンストラッシュクロスやめろよ。いや、クロスが強い。いや、アバンストラッシュクロスが強い。アバンストラッシュでしょ、これは。どう見ても、誰がどう見ても、あれはあれはカマバンクロスだわ。あー、パペットマペット狙われるか。まあね、しゃあないね、そこは。さ、人形劇、何が始まる。これはね、ヒッコクニューブロー、クソザコ。お、そしてパパ、いや、こ、息子だよ。パパ行け。パパ、おい、龍神を唯一の活躍どころ。いやー、でも何とも言えないな。いや、俺 SP 何がいいんだこれ、わかんねえな。まあまあまあ、結構強いな。結構強いんだよな、普通に。見事な構えから灯籠拳。まあ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 、どうしよう。やばいな、主人公が置けるのつらいな。 SP か、なんだったっけな、こっち側いきます。ライアン登場。待って待って、バリバリ刺さってる。いきます、ここで登場ライアン。やばい、バリバリ刺さってる。でも炎の拳はダメだ。いや、それだけは逆に言ったら。ライアン行きます。ここでライアンが 4枠の中に入ってました。自分も SP に伝って見たのよ。おったわ、ライアンが。よしよし、やばい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 。このターン頼むぞ。このターンにちょっと稼いでくれよ、ある程度。主人公はブレイクスルーが特技だから、あんまり関係ないから、ここは。いや、でもあれは呪われてるよ。え、うん、だからここに打った。ああ、そういうことか。まあ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 、あーやばい、253しか耐えてない。さあ、このターン大事。 OK、 人形劇何になる。何になるの。それはドラキーですね。噛みつく、上からいきます。よっ、いけー。何じゃそりゃ、避けられてる。まあ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 、バイクレス系にしてほしかったね。いやーな、よかったよかった。ここだけなんだよ、逆に。こことあそこでも終わった。三つ葉さん、大事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 。避けろ、避けなさい。よし、うわ、せーの、はい、OK。 いいよいいよ、このターンに稼いでくれよ、できるだけ。キューン、ナイス。あー、避けられてる。さあ、どっち。おー、やばい、来たよ、やばい、クロス来る。アバンストラッシュクロス、いけ。私はアバンの使徒、行くぜ。どうだ、よし、いいよ、仕事してる。アバンストラッシュが仕事してる。これは防げる、ここは防ぐ。オッケーオッケーオッケー、いいよ、よし。まあ、勇気たまるだけまだましか。いや、どうしようか。大丈夫、いける、せーの、オッケー。いや、やばい、これ無難に何をすればいいんかがわかんねえ。何すんの、正解だこれ。まあ、ちょっと有利だったな。ここも大丈夫かな、多分。よし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 、この SP はいい感じに切ったな。さあ、何すんの。魔物の話いきます。やっぱりやると思ったわ。こいつすぐやん、もう魔物の話。おーっと、おー、いけ、おー。何がしたい。まあ、そうだ、言ってもらうな、な、言ってもらうしかないでしょ。お、うわ、無理だ。うまいわ、やばい、同じ2秒で決めた。でも前優勝やられたのきついな。うわ。うわー、 BD もこんには勝てねえか。でも前優勝はちょっとあれだ、ちょっとここでグリムガン使っちゃったからな。おい、グリムガン使ったのかよ。おい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 、めちゃくちゃ使ってんじゃねえか。おい、勝ち星でこれしかねえんだもん、はっきり言って。おいおい、めちゃくちゃなもん使ってんじゃねえか、随分と。だから岩石砕きで
なんとか飛べようと思ったのにそこで仕掛けられたか。よいよいよい、何使ってんだよ。おい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 、よし、でかい、でかすぎ。勇気の逃げ切りだけ気付けないとな。あ、よし、緑、お、あ、やった、あクソすぎ、クソクソゲー始まったわ。あークソゲーや、これはクソゲーやわ。これはクソゲーやわ。グリンガムのクソゲー食らったわ、まさかの。少しでもなんかこれでちょっとイーブ戻るかな。くそー、ああもうごっちゃごちゃやこれ。避けたけど、あー止まらん。よし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 、炎の戦士はもうどっちにしてもか。いやー、ここで全員動けないのつらいな。あと2955か、2955 耐久ライン的にどうやろうな。よし、あー、いや地味に痛いな。まあここは、あ、まあ最初、いやー、これできれば主人公、お前誰だよ。あーあー、しゃあしゃあ、外した。あいつ仕事しすぎだろ。それはノーコンだわ。これね、どうしようかな。たまるかな、ワンちゃん。うわー、ためにきた、ためにきた。いやでもこれ耐えれるかどうかだな。あとはそうなんだよ、 SP 下手に使うとさ、あの絶対魔物なしにしそうやから。ああ、確かに。SP を下手に使えなかったんだよ。逆にこっち側もこれでためられんかったら、火力差があまりにもきつすぎる。いてつか波動はセットしてなかったわ。いやーい。これはたまるわ、さすがに。いや、そこホイミでよかった。さあ削れるか、 DPS チェックか。痛いなぁ、もう。過剰すぎるわ。あ、誰が見える、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 赤、赤一番見ない。耐久は気にしなくてよくなったけど、勇気たまったね。1なら4なら削れるかの火力勝負になったな。さあ大事だよ。さあ、やめろ、いけるか、やめろ、やめろ、やばい、せーの、よし、いいよ、でかいよ。ねえ、1300をあと5人か。ええー、でもそんなこいつは一番マシか。おっと、ね、コークスクリューブロー。いけ、いや、こいつが一番怖い。この2体が一番やばい。削れ、削れ、え、ちょっとなんか怖い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 。あー、でもクロスサイズバギマ打っときゃよかったかな。これこういう時バギマだったな。いけ、ふえ、おお、よしよしよし、ギリギリや。いや、でもこいつが怖い。こいつで会心でなければ。いけ、いけ、あー、どうだ、これはきついわ。無理だ、足らない、ダメだ、足らない、ダメだ、足らない、なあ。一応ケピー、一応ケピーされてる。いや、いや、あれ危なかったぞガチで。危なかったね。うわあ、状態上使っときゃよかったかな、せめて。ああ、よかったー。負けたー。これ素直に負けだわ。やっぱヨシヒコダメだわ、魔物なしてる時点で。いや、あの魔物なしだから勝てたっすもんね。そうだよ。もうやっぱライオン以下やわ、やっぱお前。いや、鳴らしてる暇なかったな。おめえはもうライアン以下だよ。じゃあ時短しまーす。はーい。はーい、時短しまーす。諦めまーす。あ、来ました。あれ、イオストーリーでは儲けられるんだからって。お、ダークギアリア来るんか？あ、さっきの裏の話に来た。ダークギアリアの。いけ、灼熱の炎。違うんだよな。すぐ終わんねん、灼熱の炎。あー、無理だー、ガードしろ。なあ、惜しい。パフェ顔取るんだ、パフェ顔。頑張った、頑張ったんやけどな、つばぜり合いで負けたわ。うわあ。イエーイ。強かったわ。いや、タワリンが、タワリン軍団強かった。ね。どうしよっかな、自分。いや、ファルプンゼ使いたくない欲がえぐい。イエーイ。行くぜ。また出た。また出てきた。もう容赦ない、容赦ないぞ。一回負けただけでもうね、すぐ容赦なくなるな。怖いわこいつ。
じゃああれか、俺はでも今まで縛り履いてるからな。よし、勝負や。さすがに動画的に3連続あればダメだもんな。3回バルーン炎の説使うのはダメだからな、動画的に。まあ別にいいけどさ。いや、俺がちょっと嫌やわ。よし、イエーイ、こいつらで行くぜ。やべえ、こういう時にの、こういうこと考えてなかった。仕事にや。こういうこと考えて、一体ガチ枠作るべきやった。って言ってもガチ枠がまず炎の聖地バルダンだよな。いいチームだと思うよ。さあ、モンスターマスターで。だから、ガチでアンダー20の大会あるんだったら、もうずっとあれ使ってるからね。まあ強いからね。物質系はいるかどうか、さらかじゃないけど。まあまあ、そこは。私はこいつを使います。ああー、両方なんだよ、お前、ガチじゃん。ガチ最強から出てきてんだよ。ガチ私はこいつを使います。何何何、これ合体しない方が強い説あるけど、合体しても強いからな。合体しても強いよこいつらは。え、これどっちの方がいいんすか。合体してもしなくても強いんですけど、 どっちの方がいいんすか。ゴールデンゴーレムマスタードブスキャンすりゃこっち、あのしない方が強いんじゃない。あー、なるほど。そのままで行くとって感じか。おい、行くぞ。姫はどこだ。やばいの出てきた。なんかやばいの来たよ。まずこれしかねえし、一択。もう、まあ、まず一つ、え、あ、これ、両方かければいいんじゃない。何に来んの合体モンスター。え、もうあれしかないでしょ。もうあれしかないでしょ。うおぉ、入った。癒着だよ。やった、こいつやりました。はい、やりました。絶対に、コビ売りました、今。コビは売ってない。いや、言うけど、俺、ティラさんの配信で、最初に言うたからね、これ。コビ売りました、やりました。この人ボーンファイター出ました。絶対にコビ売りました。やりました、この人。いやでも確かにも、あの、その存在知る時からボーンファイター使ってたからね。だろ、だろ。いのち別にその前から使ってたからね、ボーンファイター。うん、うわでもボーンファイターが活躍できる。ボーンファイター VS 黒騎士レオコーンやねな。雷弱点ないでしょ。ボンファイターは雷弱点だな。爆発弱点ではあるけど、雷は弱点じゃなかったような、確か。うん、あれ、 A ボタンしか使わねえ。まあそうだね、これで雷弱、まあ爆発はいないから。まあ一番大事なのはこの子ですね。まあ雨かける竜の剣が一番大事。まあこれで760くらと、おー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 、意外と耐性あるのか。割と普通に通るな。でも280だったらだいぶ出てる。甘かけ280は出てない方な気がするけどな。これ見たから。これ見たから280出てない方と勘違いするんだよ。さあ行け、雷鳴疾風陣トロルだな。嵐を呼ぶ。あ、ボンファー弱点取れません。あれ、でも弱点取ってるよ、一応取ってるんだ。雷爆発だから、だって。あ、そっか、雷鳴疾風陣って実はね、爆発あるんですよ。おーっ、おー、まねまね、いいね。いや、こっちの食らうやん。こっちの食らってる。絶四刀流きた。あちゃ、絶四刀流。あ、そっか。弱いよ。レオコーンと比べたらダメだよ。レオコーンと比べたらだいぶ弱いの君。レオコーンと比べたらダメだよ。お前は動け。ああ。お前は動け。こりゃひでえわ。これは負けられないぞ。だってスペックの差があるもん。まあデインはそこ行くから、まあそこは安定だね。リザードマンは強いよ、だからこういう意味では安定したデインつか。頼む、マネマネで何かしらを。レオコーンに化けたらワンチャンあるな。でも確かに。ん？お前何しに来た？超絶の一撃が来た。いけ あ、取り返され、いいね、それいいね。で、取り返されてるじゃん。まあこれかな。こっちか。お互い切ったんでしょう。何切ったの？これ。うおお、無心攻撃。おお、頼む、動けよ。無心攻撃しちゃったの？え、マジで？やばかった？そんなことしていいのかい？もうだから読まれてます、その行動。はい、うん、ボンファ止まった。ボンファ止まるのかお前。いや、せめてトロールキングだろ。ボンファ止まるんだ。情けねえ合体モンスターだな。でマネマネおめえもだよ言うけど。おお、
ーでもいいよけ。いいよけ入ってんね。おお、いけいけいけ。おお、めつぶさ。いけいけ。めつぶさ、めつぶさ。まさかの無心攻撃めつぶさ。なんでやねん。お、今度はどうだ。今度はどうだ。今度はどうだ。おう、おわ強い。それをもう一回当てろよ。振り回すが、どっち行く？トロルじゃね？お、ボンファー？いた！よいしょ！いいね！いボンファー、ボンファーいいところねえぞ。うぃー！見とれている！情けないな、ボンファーいた。それでいいのか。振り払う。うん。シュッ！あんまりだわ。ひどくね？それはあんまりだな。オーケー！オーケーいいよ。こいつも6ねえだろ。雷鳴がトロウキ、嵐を呼ぶ。はい、いいよ、いいよ。いやマジでファイナルブロに余計しかいいところねえぞ。これはひどいぞ。まあまあまあ余計ない。わあ、お前自前の回避率はどうした？置いてきたやろな。もうこのまま普通にリーサル決めたろ。普通にリーサルよ。普通にリーサル決めて終わりです。いや俺はもう一回これを信じる。マジかよ。いやここはめつぶさめつぶさ、レッツ4通る超絶できないか。ワンチャンあるかもな。全ヒット、全ヒット大前提やけど。でも3400は削りやんやろ。まず足遅いしな。はい、まず足遅い時点で先行取れねえからな。もうレオコーンで締めてくれ。うん、避けろ。あー、もう避けない。レオコーンで締めてやろう。あ、でもワンチャン、マグマゴ、マグマゴかい。でもこれレオコーン止めたらワンチャンあるな。ガーマゴ。はい、終わり。あ、お前の合体モンスターじゃダメみたいだね。雷鳴が届き、うい、あー、困った。終わりだ、終わりだ。情けない、情けねえ。ボンファイター、情けないよ。あいついいところゼロじゃん。うー、だよこれ。強いとか強いカード使ったら勝てるわな。これはひどいわ。最後の最後に強いもん使って勝っただけ。何も関係、何も面白くないこれ。いや、なんなら16パーティーいいところなしだからね、本当に。まあそんなもんよ。まあそんなもんだよね。